上達しない人の特徴、同じ構図ばかり書く。よし、かっこよく書けた。神山くん。うん、なんだ平川か。見て見て、漫画書いてみたんだ。少女漫画だよ。男の子かっこよく書けたんだ。へえ、あれじゃん。どれどれ。だ。お前これ、全部同じ顔の向きだけど、横顔とか、書かねえの。横顔。大げさか。練習しよう。